そして2つ目の未来、東芝はホームエンターテインメントの中心であるテレビをもっと便利に楽しく視聴していただくため、全く新しいアプローチをスタートいたします。クラウドを活用し、さまざまな機器を有機的につなげる視聴スタイルの革命、レグザアプスコネクトです。レグザアプスコネクト、それはアプスを利用しレグザでコンテンツを見る楽しさを広げる世界。テレビやレコーダーをスマートフォンやタブレット PC のアプリであるアプスでクラウド上のサーバーと有機的に結びつける新システム、これまでにない新たな操作性と視聴スタイルを生み出します。レグザアプスコネクトを実現する第1弾アプスの機能をご紹介しましょう。まずスマートフォンなどで快適な操作を実現するタッチリモコン、指先の動きだけでセルレグザやブルーレイを簡単に操作することが可能です。例えばタイムバーサーチ機能で見たいシーンをすぐ探したり、ジェスチャー機能で直感的な操作が可能です。そしてテレビを楽しむ新スタイルを実現するのがタグリスト、録画した番組のお気に入りシーンやおすすめシーンを簡単に頭出し、このタグリストを公開し日本中のユーザーで共有するのがタグリストシェア。多くのユーザーがタグリストを公開することで、あなたが気がつかなかった大切なシーンに出会えたり、思いもよらない感動を得られるかもしれません。なおスカファー JSAT 株式会社どももタグリスト提供を検討中です。レグザアプスコネクトは膨大なコンテンツを効率よく楽しみ、ユーザーをインタラクティブに結びつけるテレビの新しい視聴スタイルです。このサービスはセルレグザ、レグザブルーレイに加えてネットテレビ対応の全ての RD シリーズでも利用可能です。今後さらにテレビの楽しみ方を変える Android 版や Windows 7版、iOS 版の新しいアプリを続々と開発していきます。第1弾アップスとして iOS 版の10月下旬に無償配布、これからのレグザアップスコネクトにご期待ください。そして東芝はテレビ、ブルーレイから PC、タブレットまで幅広い商品を提供する特徴を生かし、クラウドベースの新サービスを提案してまいります。それが東芝プレイスプロセス、電子書籍、動画、ゲームからオンラインショッピングまで、今皆様がしたいことに便利に楽しくスマートにお答えするプレイスを提供してまいります。すでにヨーロッパ市場ではサービス開始を発表、今後日本を含めたグローバルでの展開を加速しています。魅力あるコンテンツやソフトウェアの提供で東芝デジタル機器をもっと楽しく進化させていく東芝プレイスにご期待ください。